トシさんのこと言ってたぞ。え？あの船頭さんは多くは喋らないが実に人間らしい。あれ、あんな橋渡ってくれよかったのか。あの橋はまだ出来上がってないんです。でもあれができると楽になるわな。役に立たないものはみんななくなっていくんだよ。わかるか船頭。村のみんなは橋ができたら便利になるとか言ってるけど、俺はそんなことないと思うよ。あの橋出来上がる前にぶっ壊さねえか。ああ船頭さん、その話聞いたかい。一家皆殺しだ。物騒な世の中だな。ぶっ壊さねえ。あの橋出来上がる前にぶっ壊さねえ。あの橋出来上がる前にぶっ壊さねえ。船出してくれないか。誰かの役に立ちたいとは口では言うものの、心の奥では意地汚いことばっかりの汚れた人間だ。人間出たらこれが一番だ。考えすぎたらろくなことにはならねえ。しっかり行け、しっかり。風が吹けば船は流される。世の中も少しの風で変わってしまう。ある船頭の話。